イタリアの水の都ベネチアをイメージして建設されたこの施設には客室3000室すべてがスイートルームという豪華なホテルのほか、東京ドーム1つ分の広さのカジノスペースがあります。こちらのカジノは大変開放的にできていて、フロントから客室に行くまでの間にこのように設置されています。こちらのカジノでは1万4000人が同時にゲームできるようになっています。リゾートを手掛けているのはラスベガスでもカジノを経営するアメリカ企業です。 This will be Asia's Las Vegas. That's how people will think about it. 他にも敷地内には劇場やアリーナのほか5万人が出席できる国際会議場も併設され、観光客に加えビジネスマンもターゲットにしています。日本では国際会議の開催が3分の1程度に減っている一方、マカオではここ10年で3倍から5倍も増えていて、今後のさらなる拡大が期待されています。その他のニュースフラッシュでお伝えします。